こんばんは。すいません、遅くなりました。こんばんは。皆さん、こんばんは。はい。今日も週末カフェ配信へようこそ。今週は火曜日にさせていただきます。で、今日はね、デザートは、こちらのね、イタリア栗のモンブランを買ってきたんですけど、ちょっと私これツイートするときに、このイタリア栗のモンブランという文字を打ち込んだときに、あれ、前もしかして一回買ったことあるって、その瞬間になんか感じたんですけど、もしかして私これ前食べてますか？これで、この週末カフェ配信で。もしかして、ダメですかこれ。イタリア栗のなんかこのクリーム味わうってついててさ、なんかね、聞き覚えあるよね。いやー、もしかしたら2回目な気がするんだよな。なんかでもこのパッケージがね、この冬のクリスマス仕様になってて、あたかも新商品ですみたいな感じで出てたから、いいやんって食いついちゃったんだけど、もしかしたらね、やっぱり、やっぱそっか、食べてましたね、過去に一度。でもクリスマス仕様のパッケになってて、製品ももしかしたらマイナーチェンジ、何かしらの改善があるかもしれないから、2回目ですけれども、今日はこちら食べていきたいと思います。しかも先月、そうだよね、なんか秋の味覚だし、絶対最近だよね。でも今日めっちゃ迷ったんだよね。そのセブンでスイーツ見てて、これとまたそのもう一個、徳永シェフだっけ、いつもさセブンのスイーツとコラボしてるシェフがいるじゃん。その徳永シェフ監修みたいなやつの、なんかショコラモンブランみたいなやつがあって、それも迷ったし、あとなんかチョコパイみたいなスイーツもあったの。なんかチョコ生クリームサンドみたいな、そう、パリパリのチョコでコーティングされてて、中にクリームとかサンドが入ってんのかな。それも迷ったんだけど、ちょっとこの、やっぱりクリーム系が好きなんでしょうね、私は。それに惹かれて今日はこれ選んじゃいましたね。いいでしょう。で、今日はですね、ホットチョコレートにしようかな、ドリンクは。そう思います。ちょっとレンジで牛乳チンして飲むっていう形になりますけど、じゃあチンしてきます。寒い、暖房つけたんだけど寒いですね。でも今日あったかかったよね。あったかかったけど、部屋でこうしていると寒くなってくるんですよ。今日はね、これの開封をしようかなって。
ゃーん。こちらはなんだ、はい、こちらはですねルームフレグランスでございます。まあ、以前に無印のちょっとウッディ系の香りをね、これいいよってみんなにおすすめしたことあったと思うんですけど、まあ、それはだいぶ前になくなりまして、それ以来ルームフレグランスは置いてなかったんですけど、最近スイクルはもっぱら下北でのライブが多いんですけど、下北のスリーコインズ、通称スリコに寄ったらめっちゃフレグランス系が充実してて、この香りのラインナップは11種類ぐらいあって、これがそのそれこそナンバー11なんですけど、11種類ぐらいの香りがすごいいろんな商品で展開されてるんですよ。ルームフレグランス、ルームスプレー、結構持ち運びしやすいこういうサイズの、あの香水っていうか、なんかまあスプレー、ボディスプレーぐらいのとか、あのキャンドルだったり、このサシェクローゼットとかにかけるようなのだったり、あとはあれですね、それも迷ったんだけど、この透明のガラスの器に、白っぽい石が入ってて、それにオイルを垂らす、そういう石にオイル垂らして香らせるやつとか、まあ、練り香水とか、マジでいろんな形態で香りをね展開してて、すごい選ぶ楽しさがあったんですけど、匂い的には私はこの11番か、あと確か7番のやつで迷ったんですけど、私は香りはでもちょっと前までと変わった、ウッディ系は変わらず好きではあるんだけど、なんか完全な森林感よりは最近はスモーキーさとかスパイシーさとか、ちょっと重ための感じ、まあ、ちょっとそこに甘さが入ってないと渋すぎるんですけど、なんかそういう感じが香りとしては好みになってきて、あ、ホットチョコレートはですね、こちらを入れていきます。かわいいでしょ。こちらはいただいたんですけれども、スタバのホットチョコレートっていうとイメージ固形のチョコを、なんかそこの固形のチョコにスティックがついてて回しながら溶かすみたいなイメージがあると思うんですけど、私はそのイメージだったんですけど、これはマジでココアみたいなパウダータイプのチョコレート、ホットチョコレートなんですよ。で本当に 70% カカオで、まあほぼココアみたいなもんですかね。うん、だからそんなに甘くないので、蜂蜜を加えたりとかしてますね。うわで、これは香り、わ、香り、ここには詳しく書いてない、中に何か入ってるかな。で、キャンドルも迷ったのね。っていうのはキャンドルの芯が木のスティックが刺さってるタイプになってて、で、なんかちゃんとしてるやつであれば、もしであれば、その芯が木のタイプって暖炉みたいに木が燃えるパチパチっていう音が楽しめるキャンドルがあるんですよ。そういう芯の部分が木になってると。
で、それだったらめっちゃ欲しいって思ったんだけど、まあ、これも500円でそのキャンドルも500円なんですけど、さすがに500円であのパチパチ音を楽しめるタイプの、キャンドルは作れないんじゃないかなと思って、まあ、それだったら常時香りを放ってくれるルームフレグランスの方がいいなと思って、あこっちにしたんですけど、もしあれがパチパチ木の弾ける音が楽しめるやつなんだったら500円でそれは優秀すぎる。それももし気になる方いたらチェックしてみてください。ということでこちらは11番ファンタスティックジャーディンのアロマディフューザーですね。スティックのお色味もこんなグレーでいいですね。うん、こんな感じです。香りの説明中にも入ってなかった。なんか店頭にはあのちゃんとねトップミドルラストみたいな香りの成分がいっぱい書いてあったんですよ。ああいうの見た方がさ楽しいのに。なんだったっけな、書いて欲しかった。まあいいや。でこれはほんのりグレーブラウンみたいな色味してますね。いいニュアンスカラーです。それではスティックを出して、こういうね朝型のタイプで可愛いですね。パスタ、鍋にパスタ入れるときみたい、こうしといた方がいいかな。うん、まあ重めの感じではないんですけど、割とさわやかなウッディーさもありつつ、ちょっとスパイシーって感じです。じゃあこれはお部屋の方にね置いときます。
じゃあ。リンクとデザートいただいていきます。うん、甘くないからね、本当にこういうデザートと一緒に楽しめてちょうどいいですね。一応クリスマス仕様になったイタリアグリーモンブラン、いただきます。おいしい。なんか前回は気がつかなかったような気がするんですけど、なんか塩味というか塩味が甘さを引き立ててるみたいな風味があります。うん、これは何回食べても美味しい。なんかクリーム部分がそういうね、甘ったるくない塩味みたいなのを感じて味わい深くなってます。うん、あります。寒い。いや、私本当に末端が常に冷たくて、でそのね、まあ、代謝が悪いのかね、なんかまあライブしたらさすがに汗かくんですけど、やっぱり書きやすいメンバーに比べたら書いてない方なんですよ。でサウナとかも1回目では汗ほぼかかなくて、2回目でまあやっと書くかなみたいな、やっぱ代謝なのか、そのね冷え体質がね気になってまして、そのコーヒーもさ、利尿作用とかそういう排出を促す効果が、まあ、あるからむくみとかに効くのはいい点だし、けどそのやっぱ水分を排出すると体温が下がるじゃないですか。なんで
こう体を冷やすというふうにも言えるんですね、逆に。なのでちょっと今日はコーヒーをね控えようかなと。まあカフェイン入ってないから分かんない、どうなんだろう、あれなんですけど。お、香った、香ってきた、フレグランスが。そう、それでなんかやっぱ食材で体を温めるのを取るといいっていうのをこの間トレーナーさんにアドバイスいただいてだからそのホットコーヒーを飲むと体温まるじゃないですかだからいいと思いきや、そのホットなコーヒーだけど、でもコーヒー自体の作用としては体を冷やすっていうものだし、お酒もなんか最初は体温かくなるけど、でも結局あれも水分出ていくから体を冷やすものだしっていうので、そういうなんかちゃんとその食材が持つ作用を重視して摂取した方がいいっていう風にアドバイスいただいて、なのでなんか生姜とか辛いものとかそっち系を摂取するといいかなっていうのを最近はなんとなく心がけたりしてますね。みんなはどうですか？冷え体質、やっぱまあ割合的に女性の方がどうしても多いんだろうけど、本当に代謝がいいと、まあ汗がいっぱいかいて大変とかそういうのもあるかもしれないですけど、本当に代謝いい人は羨ましいなって思います。やっぱり排出すれば悪いものどんどん出ていって体内も肌も綺麗になるから、そう、そのね、生まれ持ってその体質はね羨ましいなと思うんですよね。こんぐらい、このあとチェキ取りますから。何がいいんだろうな、あと活発にあったかくなる食べ物でいうと、生姜と辛いものと、ニンニクとハチミツもそう？あ、ニンニクって効能的にはスタミナみたいなイメージしかないけど、ハチミツ、ハチミツは温まる感じしないな、効能としてね。なんかまあそういう生姜と飲み合わせとしてすごいいいからし、普通に健康的にいいから取り入れるのはあれだけど、その体を温めるという観点で言うとどうなんだろう。あとあれなんですよね、血液をサラサラにするっていうところも代謝に関わるから、そのために塩分っていうのもちょっと意識した方がいいみたいで、まあ、なんか塩分ってさそんなに意識する年でもないなとか思って全然気にしてなかったけどね、そういう血液サラサラは確かに大事ですから、塩分とか、まあ脂質は取りすぎない、取らなすぎると女性はよくないから、なんか逆に私は意識して、まあいい油ですけどね、こっちとかのいい油は取らないとなと思ってるとこだったけどやっぱ悪い油は血液ドロドロにしちゃうし、血液サラサラっていうのと体温めるっていうので、なんか食べ物を摂取していきたいなっていう
まあ、なんか冬になって寒くなってきたのもあるし、最近はなんかちょっと健康づいてきましたね。一時期の食生活への自暴自棄を抜けてそう、まあ、肌の調子が良くなってきたっていうのもあるかな。スキンケアとか変えて肌が良くなったから、逆にもっとっていうので体内環境から変えていきたいみたいな意欲が出てきたかもしれません。でもとにかく蜂蜜は好き。普通に普通のお砂糖を使うよりいいしね。こういうね、その上白と精製された糖もさ、取りすぎるとあのお肌を黄色くするカルボニル化っていう現象が起こっちゃって、その肌がなんかくすんでるなと思ったら、それは糖を取りすぎているっていうことも多いらしくて、もうスキンケアとかじゃなくて、それはもうやっぱ食生活変えないといけないあれなんですよ。でなんかまあ私はもともと自分はそんなに白くないと思ってるからあれなんだけど、糖を取りすぎてることもあんのかなみたいな。もう週末カフェ配信やってるから週1回は別にいいんですけど、なんていう最近の食に関する美容&健康談義でした。乾燥もするからみんな気をつけてね、喉ね。それこそ生姜と蜂蜜とか溶かしてお湯に飲みましょう。はい、それではね、このあと9時15分からはズームカフェ会にて1対1のお話もできるコーナーもございますので、お時間ある方はぜひぜひそちらもご参加ください。それじゃあこの辺で本日はおいとまします。あ、みんなに挨拶。たけこんばんは、みどりちゃんこんばんは、ボブこんばんは、クッキーこんばんは、ナオこんばんは、ノリポンこんばんは、ラッキーこんばんは、ありがとう。みんな今日もありがとう。それではお疲れ様でした。おやすみなさい。だねー。